ピーター・アレクサンダー・ユスティノフは、英国出身のアカデミー賞受賞俳優で、小説家、脚本家、劇作家、映画監督、CBE 受訓者、アカデミー女演男優賞を、スパルタカスとトップカピの2作品で獲得した。ピーター・アレクサンダー・フォン・ユスティノフとして、ロンドン市内で生まれる。フォン・ユスティノフの父親、ジョナ・フォン・ユースタノフは、ロシア系のドイツ人。 第一次世界大戦中は、ドイツ軍の空軍で活躍し、1930年代、英国に移住してドイツ大使館に勤めた後、ドイツの新聞社の特派員を経て、英国の美語で働き、第二次世界大戦前は、対ドイツの諜報を専門に行っていた。ユスティノフ自身の回顧録によると、自宅で英国とドイツの上級官僚が密談していたという。ユスティノフの母親は、フランス。 イタリア、エチオピア王室の血脈を受け継いだ、ロシア人の画家兼バレエのステージデザイナーであった。彼女の父親は著名なロシアの建築家であり、また兄は、ストラビンスキーとディアギレフと共に働いた、ステージデザイナーであった。このような家庭環境のためか、フォーミュスティノフは、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、スペイン語を流暢に操り、また、 トルコ語や現代ギリシア語も喋った。フォン・ユスティノフは、ウェストミンスタースクールで教育を受け、在学中は、ドイツ国の中イギリス大使の、ウルリヒ・フリードリヒ・ビルヘルム・ヨアヒム・フォン・リッペントロップの、息子のルドルフ・フォン・リッペントロップの同級生であった。その後中退し、1938年に早くも17歳で、ロンドンのプレイヤーズ・シアターで、舞台デビューを、 翌年には自作の戯曲の主演を務めるようになる。第二次世界大戦中は一兵卒として陸軍に配属されるが、デビッド・ニーブンと共に軍でのプロパガンダ映画の中で俳優として演じるようになった。この時、すでに映画の脚本も書いていた。フォン・ユスティノフの最初の成功は、ザ・ラブ・オブ・フォー・ガーネルズという作品である。また、自作自演で出演した。 びっくり大将ロモノーフジュリエットは最もよく知られた作品である。出演作品には、クオ・バディスでの皇帝、ネロやスパルタカスのバタヤタス役、SF 映画2300年未来への旅での老人役、アガサ・クリスティ原作のナイル殺人事件をはじめとする6本のエルキュール・ポアロ役などがある。また、 俳優や脚本のみならず、映画監督も務めた作品も何本かある。アカデミー賞女演男優賞を、スパルタカスとトップカピの2作品で獲得した。ゴールデングローブ賞の女演男優賞も、クオバディスで獲得している。1957年と1967年、1970年にエミー賞を受賞している。 1952年から1955年にかけて BBC のラジオコメディにも出演し、とても愛されるキャラクターを演じた。また、テレビでも巧みな話術でお茶の間の人気者になった。白色な語学力を活かし、ドイツ人から見た英国人などのようにとてもユーモアにあふれたジョークを連発していた。また、文段階でも活躍しており、長編小説を散策。 短編集も2冊出版している。1969年には得意のドイツ語を活かして、ハンブルク歌劇場上演のオペラ、マテキオ演出。これは映画形式でフィルム撮影され出演者が桁外れに豪華なこともあって今なお DVD などで親しまれている。1969年から亡くなるまでの間、ユニセフの友好親善大使と基金発案者を兼務していたが、これは 明るいキャラクターと人を笑わせる話術のたまものであった。1991年から世界連邦運動の推進委員を務めていたほか、中華人民共和国の良き理解者であった。2000年には人々は人権をあまり尊重しない中国のやり方にイライラしている。しかし、あれだけの膨大な人口を抱えていれば人権に対して同じ態度を取るのは 極めて難しいと、ダラム大学の講演で述べている。他に、ドキュメンタリーへの出演や、司会役、インタビュアーも多く、1984年10月31日には、インドのデリーで、インディラ・ガンディ首相へのインタビュー中、彼女の暗殺現場に合わせたこともある。1968年から1974年まで、ダンディ大学のレクターに就任した。 1969年には、ダンディ大学から、名誉法学博士号を授与されている。また、1990年には、ナイト尺を授けられた。1992年か、原2004年に成居するまで、ダラム大学の総長を務めた。ダラム大学は、総長としてのユスティノフの貢献を称えて、その大学院生用のカレッジである、グラデュエートササイエティを、 ユスティノフ・カレッジという名称に2003年に変更した。さらに、ベルギーのブリュッセル自由大学からも名誉博士号を授けられている。裁晩年は、世界連邦運動の会長を務めた。1960年代に、英国での高所得者への重い所得税のために、スイスに移住した。2004年に晩年を過ごしたスイスで、心臓疾患により亡くなった際には、 国連総長のコフィーアナンの代理として、ユニセフの理事キャロル・ベラミーが弔辞を述べた。遺体は、ニヨンのブルサン墓地に埋葬されている。ありがとうございます。